静かなる防衛の時間です。今日は大予想双流型潜水艦の潜航深度はどれぐらいなのか、疑問と予測でデータを読み抜く最高傑作日本の技術とは、未だ極秘扱いの双流型潜水艦の潜航深度ですが、なかなか表に出てきません。通常ですが、言われているのが200から300メートル潜航できると言われています。双流型に限ってはこれには当てはまらず、諸外国の潜水艦、原子力潜水艦がこれに当てはまると言われています。特に中国の潜水艦は全てこの付近だろうと。最高でも300メートル。中国は300メートルの深さしか潜れないとして、日本海自の双流潜水艦は600と通常は予想されます。はっきり言うと最大深度は900まで行くんじゃないかなと考えるんですが、通常は多分600でしょう。黒潮潜水艦が中国で東シナ海で中国の驚きを奪った事件が去年ありました。黒潮で500ぐらいかなと思われます。あくまで私の考えですが、韓国もつい昨日潜水艦がテスト航行に出ています。まあ、どれぐらいの性能かは分かりませんが、潜水艦も Starlink エンジンプラス蓄電池のハイブリッドに出来上がっています。しかし欠点があり、低出力によりいざという時のハイパワーが得られません。5ノット しかし1番間から10番間まで11番、12番は リチウムイオン電池に
変更になりました。ディーゼルとの組み合わせになります。この組み合わせで館内のスペースは広々となり、またスペースを確保できることができました。夢の機関構造だと考えられます。潜水艦救難艇が無人潜水艇は1000メートルまで潜航が可能です。それよりもまあ900と見積もって、通常は600が任務でしょう。潜水艦の性質上、そこまで動き回るという任務はほとんどなく、音を出さず海底でじっと待つ、そんな任務が日本周辺では多く展開されています。 F-35A ステルス戦闘機が墜落した135キロ地点は1500メートルですが、そこまで潜ることはできない状況です。89式魚雷が900メートルという潜航深度になっています。この予想でも900までは耐えれる。しかもボディは世界最高基準の鋼材が使われており、日本の技術溶接が最高傑作の溶接が施されています。総合的に考えるとやはり600が通常任務でしょう。中国潜水艦が200から300しか潜れないのであれば、やはり旧型黒潮でも倍は潜れることになるので、南シナ海や東シナ海に行くのは簡単なことだったと思われます。しかも15年前、今現在公表してから中国の監視は強まっているでしょうが、その前は水水というか、まああまり気にせず極秘任務を行えたと考えられます。原子力潜水艦は
通常500から700と米軍の表記はなっています。しかし最高震度のシーウルフ級は1000メートル潜ることができます。原子力潜水艦の欠点といえば、熱、と、音、蒸気の音です。やはり潜っていても熱を発するので、ソナーや熱探知により見つかりやすいということが分かっています。しかし半永久的に潜れる、そこは原子力潜水艦の強みでしょう。しかしリチウムイオン電池プラスディーゼルの日本のハイブリッドは音を出さない静粛性に優れています。熱も出ないし、いざという時はハイパワーで逃げることもできます。今日は大予想でしたが、やはり通常は600、最大は900までいけるのかなと予想してます。今日のご視聴ありがとうございました。